見えてないのとは別の意味で目の前真っ暗になりました。ファニー。僕も最近ちょくちょく飲みに行ったりとかするんですけど。あ、そうなの。はい、桑原さんめっちゃ飲むっていうのは。なんか一回さ、飲みすぎてさ、帰り道わからんようになったみたいに言ってなかった。あ、帰り道もなんかやっぱ一回わからんようになったことありますし、酔っ払って次の日朝起きたら劇場にいなきゃいけない時間だったとかっていうのもあります。もう寝坊して。あ、見えてないのとは別の意味で目の前真っ暗になりました。そう、仕上がりすぎてんねん。一回笑い飯の哲夫さんが浜田君飲みに行こうって誘ってくれて、わざわざ僕の家まで送ってくれて、で住んでんの9階なんですよ。で壁一面が窓になってるみたいな作りなんですよ。ちっちゃい窓とかじゃなくて。あ、何個もあるみたいな。なんかね、こう大きいんです窓が。へー。でドア開けた瞬間にもだからそのワンルームなんで、もう向こう反対側の壁の窓がもう見えるみたいな状態で、ははははは、開けた瞬間に哲夫さんがお前の部屋めちゃめちゃ景色いいやないか見えてるなっつって